エーボルキャニック・フィッシャー・アンド・ラバ・チャンネル・ラバ・チャンネルオン、ハワイ・ワレメ噴火は、地表に生じた、線状の割れ目から、大量のマグマが噴出される噴火である。裂け目噴火あるいは線状噴火とも、地面に長い割れ目が生じ、そこから一斉に溶岩を吹き出すような噴火で、アイスランドやハエなどで発生しやすい。割れ目噴火は、流れやすい、玄武岩質マグマの活動によるものが多い。 通常は爆発的な活動なしに溶岩が噴出する線形の火山噴火である。多くの場合、通気口の幅は数メートルであるが、割れ目の長さは数百メートルから数十キロメートルに達することもあるという。なお、溶岩の粘性が低くなければ、割れ目はきれいにはならず、溶岩道具のような丸まった形で地盤の変形を起こす。過去に発生した割れ目噴火として、 著名なものは1783年に起きたアイスランドのラッキの噴火である。この時の噴火では地下水がマグマに触れて水蒸気爆発が発生し長さ 26km にわたり130もの火口が誕生した。日本でも1983年の三宅島の噴火や1986年の伊豆大島三原山の噴火などでこの荒れ目噴火が発生している。 ありがとうございます。